スマホの知識やアドバイスをテコあなたに優しく教えますよ。テコテコのスマホ相談室、いつもお待ちしてます。皆さんこんばんは。元バーチャル携帯ショップ店員のガラスマテコです。テコのスマホ相談室にお越しいただきありがとうございます。今回は au と UQ モバイルで販売されるシャオミの新機種 Redmi Note 10 JE の紹介と比較をしたいと思います。 KDDI 専売モデルシャオミ Redmi Note 10 JE はすでに au では8月13日に販売が開始されています。バッテリー容量は大容量の 4800mAh、 6.5 インチの大画面液晶ディスプレイでリフレッシュレート 90Hz に対応。 JE はジャパンエディションの JE で防水、防塵、お財布携帯に対応しています。三眼構成のカメラでメインカメラ4800万画素、深度センサー200万画素、マクロカメラ200万画素、超広角カメラはありません。 CPU はスナップドラゴン 480 5G を採用、ラム 4GB、ロム 64GB となっています。アンツツベンチマークスコアは、トータルスコアが約26万点。うち、GPU スコアが約6万点です。価格は 28,765 円。MNP で契約だと、販路によっては、一括1円で購入できるようです。ライバル機として、au と UQ モバイルから販売されている、OPPO A54 がありますが、A54 も同様に MNP なら au と UQ モバイルのどちらも一括1円で販売されている店舗が多いようです。 Redmi Note 10 JE も UQ モバイルから9月上旬発売予定となっているので、 MNP なら同じように一括1円になりそうな予感がします。ここで性能の近い機種の比較をしてみましょう。 Redmi Note 10 JE、 OPPO A54、アクオスセンス 5G で比較をしていきます。まずは CPU。 Redmi Note 10 JE と A54 はスナップドラゴン480を搭載しています。価格重視のエントリーモデル。アクオスセンス 5G はスナップドラゴン690、ミドルレンジモデルのソックですね。アンツツベンチマークスコアは同じくらいの性能になっています。メモリは共通してラム 4GB、ロム 64GB。 次はディスプレイ比較。 Redmi Note 10 JE と A54 は 6.5 インチのフル HD プラス、解像度 2400×1080 ドットの液晶ディスプレイ、リフレッシュレート 90Hz に対応。アクオスセンス 5G は 5.8 インチフル HD プラス、解像度 2280×1080 ドットのイグゾー液晶ディスプレイ、リフレッシュレートは 60Hz となっています。バッテリー容量はそれぞれ Redmi Note 10 JE 4800mAh、 A54 5000mAh、 アクオスセンス 5G 4570mAh です。お財布携帯、防水、防塵には A54 のみ非対応です。価格は Redmi Note 10 JE とA54 が 28,765 円、アクオスセンス 5G が 39,890 円。 MNP で契約した場合、 Redmi Note 10 JE と A54 が一括1円、アクオスセンス 5G は一括 18,720 円です。なんか普通にベンチマークも高いし、機能面でもいいと思うんだけどさ、なんか世間的な評価低くない？どうしてなんだろう。要因はいくつか考えられますが、大きな要因としては携帯キャリアの先輩となったことで、海外モデルだと対応していたものが対応しなくなっていることですね。デュアルシムが廃止され、シングルシムに変化していたり、対応バンドが削られています。これは Redmi Note 10 JE の対応バンド表なのですが、ドコモのプラチナバンドのバンド19とソフトバンクのプラチナバンド8が対応していません。
au 回線を利用するなら問題ありませんが、ドコモやソフトバンク回線を利用する場合、屋内や地下、障害物に弱い電波しか利用できません。そういう話を前にも聞いた気がする。過去にも対応バンドについて解説しているので、ぜひチェックしてみてくださいね。まとめです。 Redmi Note 10 JE は防水、防塵、お財布携帯に対応し、 CPU の性能もミドルレンジ上位級。価格も安く、 MNP でのセット契約なら一括1円でゲットできちゃいます。テコも早く使ってみたいな。乗り換えなら一括1円ですし、黒テコいいですよね。なんだろう、スマホ買うのやめてもらっていいですか。最後までお付き合いいただきありがとうございます。このチャンネルではスマホに関するご質問やご相談に動画で詳しくお答えしています。ご質問やご相談は随時募集中なので、動画かツイッターのコメント欄、もしくはマシュマロにお願いいたします。おまけでやってほしいことも募集中ですよ。また新プランやスマホの性能についても解説しています。よかったらグッドボタン、チャンネル登録をお願いいたします。ではでは、明日も一緒に頑張ってこう。またね、バイバーイ。ドロ、テコがお金を使わずに済む道はないのか。本当にもう止められないのか。新機種が次々と発表されている。キャツラの情報が直にテコにも届くだろう。テコをどうする気だ。私も道連れにするつもりか。いかにも黒テコらしい手前勝手な考えだな。テコは我が一族の娘だ。スマホと共に生き、お金が尽きた時は共に滅びる。あの子を解き放て。おやつ台どころの騒ぎじゃないぞ。黙れ小娘。お前にあの娘の不幸が癒せるのか。アンドロイド派にも iPhone 派にもなりきれぬ哀れで醜い可愛い我が娘だ。お前にテコを救えるか。わからない。だが共に生きることはできる。どうやって生きるのだ。一生おやつが煮干しでも良いのか。違う、それでは憎しみを増やすだけだ。小娘、もうお前にできることは何もない。煮干しで我慢し続けるか、テコを束縛しおやつを食べるか、どちらもできぬなら夜明けとともにここを去れ。起きちゃったんですか。大丈夫、すぐ寝るから。あ、そういえばドコモのホーム 5G は事前予約をしてドコモショップで契約すれば最大1万3000ポイントもらえるみたいですよ。それでまた新しい機種が買えるかも。